ネット掲示板に書き込みのあった学校の七不思議を検証するため、いわくつきの廃校舎に忍び込んだ生徒たち。七不思議の噂があるすべての場所にカメラを設置して検証したが、待てど暮らせど、結局何も起こらず、仕方なく学校の周囲を探索してから機材を撤収して帰ろうとしていた。しかし、学校の七不思議に興味本位で触れた者には、七不思議のすべての呪いを体験しないと、学校に閉じ込められ、死ぬまで帰ることはできないという噂までは、掲示板から知ることはできなかったようだ。フィッシャーズの皆さん、聞こえますか？皆さんは七不思議に触れてしまったみたいですね。呪いが発動して皆さんは学校に閉じ込められてしまったようです。学校から脱出するためには1時間以内に七不思議のすべての呪いを体験することが必要となります。1時間以内にすべての呪いを体験しないと呪い殺されてしまいます。みんな悩んでるわ。難しいねこれね。いやこれくんな、お前はそら安い蛇だな本当に。北北西北北冷たい冷たい直接攻撃集計結果はこちらです。お頼む。さあ、こんなの誰が叫んでんのよ。ダメだ、叫んでるけど。熱い熱いって熱い。皆さん早く取らないとキックンさんの目が失明してしまいますよ。何だよそれは。まあそれは仕方ないですね。最悪見えなくなっても。よし、すべすべ、はい、キックン正面。いやいや、それはやばい、それは、あの、それはくるそれは、あの、いや、それは、あの、溝なんよ。それ、溝なんよ。ここは、うん、これ、三男の特徴出てるわ。三男の特徴出てる、くる、何バーン。お前なんよ、それ。うわびっくりした。夜明けの彼女の違うって。うわ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 長長長出た。その例は非常に危険です。トイレに早く隠れてください。どこに逃げてんの。あれやここですか。皆さん、そのトイレの中にお札があるはずです。お札を探してトイレの本当の入り口のところに貼ってください。